皆さんこんにちは、奈良岡ニコです。今回の動画はお知らせというかお願いの動画です。何のお知らせかというと、単刀直入に言いますと、単刀直入って言えてなかったね今。単刀直入に言いますと、私今日まさに今日12月8日から1週間来週の日曜日まで毎日生配信をさせていただきます。吉本坂46の2期生オーディションにエントリーしていて、二次審査まで通っていたんですが、少し前に3次審査があって、その結果が出て、まあ、見事に落ちたんですよ。すごく残念な気持ちでいっぱいで、というのも、まあ、オーディション当日ダンスの審査とか、あと自己 PR で自分で歌を歌ったりとかもしたんですけど、なんかこうすごく緊張してしまって、全然うまく、何もかもうまくできなかったんですね。で、まあ、オーディション自体終わって、このまま終わってもよかったんですけど、すごく悔しい気持ちでいっぱいでした。こんな気持ちは久しぶりなんじゃないかなっていうぐらいめちゃめちゃ悔しかったので、なんかちょっとしたプライドが邪魔してなのか、吉本坂に入りたいですみたいな感じで言うこともなかったんですけど、いざ落ちてみたら、なんでしょう、失って初めて気づくみたいな感覚かな。吉本坂に入りたいです入りたいです。なので、ね、三次審査落ちたんですけど、落ちた人の中から希望者は、ね、敗者復活戦に出ることができます。で、その敗者復活戦のイベントが、生配信というような内容になっています。動画配信アプリのショールーム、こちらで生配信イベントがあって、で、今日まさに今日から1週間ですね、毎日配信をして、で、ポイント数が高かった上位10組が敗者復活ということで復活できる。で、第4次審査に進むことができる。ちなみにこの4次審査は秋元康先生が面接してくださいます。いやー、これは行きたいよね。うん、やっぱお会いしてみたいというこの気持ちもありますし、せっかくならやれるところまで行かせてほしいので、ぜひそこで皆さんにお願いなんです。配信見てください配信毎日やるなんて初めてなので、緊張もしているし、 YouTube 以外での、アプリでの配信なので、すごく私的にアウェイ感もあるし、で、他のね配信してる人とかをショールームの見てみて、やっぱアイドルの子とかが多いんですよ。で、本当になんか可愛い子ばっかりいたりするから、もうちょっとこう、うわ大丈夫かなーという、ちょっとドキドキ、胸がドキドキ胸胸なので、ぜひ皆さん助けてくださいお願いします。で、まあ、そもそも、ポイント数がどうしたら高くなるかというところなんですが、ポイント数というのは配信を見ている中での、まあ、ポイント数で、コメント1コメントにつき1ポイントついたり、あとギフトという、まあ、投げ銭みたいなものが、あるんですけど、もちろんそれ課金して、すごいなんかグッズみたいのをボンってあげることもできるんですけど、別に課金しろとは言いません、そんな申し訳ないですから。ただみんながこう持っている無料ギフトっていうのが、もともと無料特典みたいなのついてるらしいんですね。そういうのを投げたりとかしていただけると、プラスアルファでポイントがつくっていうような内容になっています。本当にたくさんの方が見てくれて、たくさんコメント残してくださって、で、私がドキドキしてる時に助けてくれるような、このコメント、優しいコメントお願いします。お待ちしてますはい、ということでね、お願い事としてはそんな感じなんですが、まあ、スケジュールとして毎日配信するっていう風に言ったんですが、基本的に毎日19時夜の7時から配信する予定です。で、スケジュール、まあ、ちょっとここにね、ポンと載せときますけれども、今日12月8日はこの後9時から、そしてあともう1回11時からの2回配信させていただく予定です。なので、まぁ、ちょっとね、お酒飲んだりとかしちゃうかもしれないので、酔っ払ってるかもしれませんが、優しく見てください。あと、明日以降ですね、9日から13日、月曜日から金曜日、平日の期間は毎日19時から20分間の生配信。そして来週の土曜日、14日はですね、2回配信します。16時から17時までの1時間と、あと19時からの20分間の2回に分けて生配信します。そして最終日、来週日曜日15日は19時からの1時間生配信をします。ドキドキではあるんですけど、
また新しい挑戦として2週間やらせていただくので、ぜひ皆さんよろしくお願いします。配信の見方なんですけど、ショールームのアプリですね、携帯の方からだと、アプリをインストールしていただいて、そこから、配信見ることができます。で、検索ワードで奈良岡日光とかっていう風に検索していただければ、私のルームというね、ものお部屋があるんですけど、そこをフォローしていただけると、多分ね、配信スタートした時に通知が行くようにもできるんじゃないかなと思うので、ぜひお願いします。で、まあショールームの方ではいつも YouTube ライブでやっているような内容というよりかは、ガンガンコメントを拾っていきたいと思ってます。というか、コメントを読んで皆さんとおしゃべりして、こうなんかいろいろおしゃべりできて楽しいってなるのが理想なので、 YouTube ライブとかよりもすごくほとんどコメント拾うと思いますので、ぜひ遊びに来て26歳の女をかまってあげて、そしてアイドルにさせてあげてよろしくお願いします。はい、ということで、ちょっと今日はね、お知らせの動画だったんですが、この後、まさに今日この後ね、は、何時から、9時からと11時から2回やりますのでね、ぜひショールームのアプリお願いします。見てください、見に来てください。はい、ということで、最後まで動画見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録や Twitter のフォロー、 Instagram のフォローなんかもしてみてください。奈良岡日光でした。バイバーイ。じゃあこの後配信お待ちしてます